アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ BJ 増本です。最近 BJ がハマってる食べ物ですね、いぶりがっこです。たまたまスーパーに行ったんですけど、漬物類って大体添加物がたくさん入ってるんですよね。酸化防止剤だとか、なんとかかんとか剤みたいなのがいっぱい入ってたり、あと加糖ブドウ糖液糖ですか。まあその辺をなるべく避けようということで、完全に避けてるわけじゃないんですけど、なるべく避けようと思ってた時に、たまたまそのいぶりがっこを手に取って、見たらですね、自然の、砂糖とか、あと細かいところ忘れたんですが、からしとかなんかそういう食塩とかそれしか書いてなかったので買ってみたんですよ。そしたらこれが美味しくてですね、それからハマって結構食べてます。ご飯のおかずに最高ですよね。はい、というところで今夜もなんか自然派ですけどネトラジスタートです。茅ヶ崎 FM はい、改めましてこんばんは、 BJ 増本です。はい、なんとなく花粉の季節、少し飛んでるかなっていうところじゃないですか。日中ね、外出たりしてるのはそうでもないんですけど、洗濯物が、こう取り込まれてすぐのやつとか新鮮なこの状態、洗濯物って外に干してあるので、こう風が吹いてそれがバーって付着して溜まるんでしょうね。一応取り込む時にはパンパンって払って取り込んでる感じはあるんですが、それでもやはり部屋の中に入ってくるとちょっとムズムズする感じです。でも何年か前に比べたらかなり、改善されてるんですよね。もう何年か前はもうこの時期になったらもう部屋の中でもマスクするし、もう外だったらマスクは絶対外せないっていうようなぐらい重度の花粉症の感じだったんですけども、まあいろいろですね、先ほどもちょっとお話ししました、添加物的なものですね、なるべく取らないようにして、あとはカップラーメンをあんまり食べないとかです。揚げ物食べないとか、で肉よりは魚という風な感じの食生活をちょっと改善していると、こういうアレルギー的なものも結構いい感じですよね。はい。昔から膝に湿疹があったんですけど、で、お医者さんで調べてもらっても、その湿疹の原因がわからないと。で、湿疹を止めるためのこう薬ですね。はい。それをもらって帰ってくるっていうのをやってたんですけども、それがですね、そういう食べ物をあんまり避けるようになったら、なくなってきたんですよね。あとは、石鹸とか洗剤とかそういうものですね、台所用洗剤とかそういうのも控えると結構いいですよ。はい、2024年2月の湘南ウクレレクラブ弾き語りクラスの課題曲です。初心者クラスは除きますけどね、灘草草聴いてください。一番
星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れ見上げる空、心を茅ヶ崎FM。はい、ありがとうございました。2024年2月の湘南ウクレレクラブ弾き語りクラスの課題曲なだそうそうを聞いていただきました。この弾き語りでクラスで前にこの曲はやってるんですけども、その時とちょっとキーは違います。前のキーでやるとちょっと女性が歌いにくいというところもあり、今回は女性も歌いやすい、男性がちょっと高いかもしれないですけど歌えないというちょっと微妙なところら辺も狙ってみた。まあこのキーというのはそもそも難しくありまして、人によって違うんです。男性でもキー声が高い人低い人いますし、女性でも低い人高い人これいるので、みんな万人がめちゃくちゃ気持ちいいよと歌えるキーっていうのは難しく作れないところあるんです。人それぞれありますからね。ちょっと歌いづらかったりですね、そういうところはあると思います。これまたそれにプラス歌だけではなくてウクレレが絡んでくるじゃないですか。だからみんなが歌いやすいキーにしてたとしても、ウクレレがめちゃくちゃ弾きにくかったらこれダメじゃん、本末転倒になってしまいますので、ウクレレが割と弾きやすいキー、それから、歌いやすいキー、男性も女性もっていうこの3つをうまいことこうやらないといけないんですよ。だから結構こう練習会に持って行ったりすると、弾きづらいとかコードが分かりづらいとかっていうのも言われるんですけども、まあそれは練習だから頑張ってやっていただければいいかなと思います。で今まで G のキーとか、C のキーとか割りやすいこう弾きやすいキーをやってるんですけど、そうすると、まあ、コードが同じ感じになるんですよね。その曲を続けて演奏するとコードが似たり寄ったり、 C で必ず始まるとか最後は G で終わるとか同じような感じでこう曲が変わってもなんとなく同じ雰囲気になるところ、違うキーの曲を、これちょっと理論的な難しい話ですけど、キーの曲を持ってくるとガラッと世界観が変わったりするんですよね。曲調だけによらず、キーっていうのもそれ大事な要素であります。でまあいろんなキーで弾けるようになったらいいなというところも入れまして、今回なだそうそう、まあ、前回やった時とキーは変えまして、アレンジ仕上がりました。だからまあこの辺もいろいろ難しいですよね。はい、うまいことこう皆さんが弾きやすくて歌いやすいキーに持っていくと、しかもオリジナルにかなり近い雰囲気でやらないと面白くないかなと思うんです。
はい、聴いていただきました。ムーンリバーですね。この曲も2024年の、2月の湘南クレークラブの、ソロクラスの課題曲というふうになっております。まあ、初心者クラスは除きます。第2の土曜日にやってます初心者クラスですね。こちらは除いて、他のクラスは基本的に、あと金曜日ももしかしたら違うかもしれないですね。はい、全部ね、この曲をやるわけではありませんということ、今手元に資料がないので、クラスによってですね、そのレベルとかもやはり違いますので、その持っていく曲もある程度それに合わせるような形にしてます。で、下手すると初級クラスだったのが、皆さん一生懸命練習すると、本当に上手くなってですね、一般クラスと同じ曲も全然大丈夫やんっていう風になったりする場合もあります。だからその曜日で、まあ一応は決められてるんですけど、都合のいい日に来ていただければ、大体いる感じの人のレベルに合わせては内容はやります。ただ曲が違うクラスとかもあったりするので、わからないときはその辺は問い合わせしていただければと思います。グループで練習しますので、そこに来ている方のレベルに合わせてやるような形になってます。初心者クラス第2の土曜日は、初心者の方、初めてウクレレを持った方、そういう方にやっていただける内容になってますので、そこら辺がいいなという方は第2土曜日に参加ください。それから2月の24日の演奏発表会なんですけども、もう満員になってしまいました。はい、ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほど曲の前でちょっとお話した2月24日にやります演奏発表会ですね、こちらの方、おかげさまで、満員になりました。また次回はですね、2ヶ月後ぐらいにやろうと思ったら、これウクレレキャンプもありますのでちょっと難しいかな。で、その次ですね、4月6月ぐらい、この辺ぐらい梅雨時にまたやろうかなと思ってますので、早めに皆さんエントリーしてくださいね。はい、お願いします。それからその日だけ来るっていうのはダメと一応してますからね、その前に練習会にもちゃんと参加していただいた方が、エントリーできるという形にさせていただいてます。はい、よろしくお願いします。というところで今夜のネットラジはもう終わりですね。はい、皆さん風邪が流行ってるみたいです。体調崩さないように、また来週お会いしましょう。夜は寒いですからね。はい、それではまた、おやすみなさい。さようなら。
ヶ崎 FM、